それではね、第3弾取っていきたいなと思っています。で、今回はですね、タイトルにもある通り、シェーダー入門という形で、シェーダーについてお話をしていこうかなというふうに思っています。で、今回からね、しばらくはシェーダー関連ちょっとね、作っていこうかなと思っています。で、第1弾としては、周りの人をいろいろ話聞いてると、どうしてもとっつきづらいというか、ちょっと難しそうみたいなことを聞くことが多いので、普通の C シャープとか、そういったプログラミング言語に比べると、少しこうハードルが高いのかなというふうに感じています。で、今回はね、入門ということで、シェーダー言語のね、ハードルをできるだけ限り下げようかなというふうに思ってます。まずは、今回は入門ということで、シェーダーってそもそも何なのっていうところと、あとは、シェーダー自体のイメージですね。結構イメージが個人的には大事だと思っていて、イメージがつかないことで、やっぱりこう未知なるものの恐怖というか、という形で、手を出しづらいっていうふうに感じていらっしゃる方が多いのかなというふうに思っています。なので、まずはそのシェーダーのイメージを持ってもらって、あ、なるほど、シェーダーってそんなに難しくないんだっていうのを今回の動画を通して感じていただければ幸いです。で、この後ね、撮っていく予定のシェーダー、そちらも合わせて見ていただいて、シェーダー楽しいというふうに思ってもらえたら、今回の企画成功かなというふうに思っています。はい。ということで、早速見ていきましょう。はい。ということで、実際にね、エディターの方で作りながら、シェーダーの方を見ていきたいと思います。まず最初にね、シェーダーいきなりこう書き始めるわけではなくて、まず最初にお話した通り、ちょっとイメージを持ってもらおうかなというふうに思ってます。シェーダーってそもそもなんでこう、プログラムというかコードを書いただけで絵が出てくるんだ、みたいなところが、まずこう、突っかかるポイントなのかなというふうに思っています。なので、イメージを持ってもらうためにですね、まずこう、プログラムから入るのではなくて、あくまでイメージ、写真ですね、見てもらいたいんですけれども、まずこのイメージをちょっと持ってもらいたいんですね。これ何かっていうと、これ人がそれぞれ、骨だと青とか赤とか白とかっていうのを、人がこう点を持っていたりとか、これとかは人がこういたりとかっていう感じで、俯瞰してみると全体として絵として成り立つものの、一人一人がこうパネルを持ってね、こう色を出したりとかするときに、一人が持ってる、パネルの色っていうのは、青とか赤とかっていう、一色なんですよね。で、勘の言い方はね、ピンとくるかもしれないんですけれども、まさにこの一人の人がこう持ち上げてるパネル、青とか赤とかっていうパネルが、ピクセルっていうことになります。なので、シェーダーっていうのは実は一つのこうプログラムを書いていきなりドンと絵を出すではなくて、誤解を恐れずに言ってしまえば、一つのピクセルの色を決めるっていう処理に特化した言語っていうことを、言えると思います。なので、シェーダーで書くのは、今このピクセルって何色なのっていうのを決定していくためのロジックを書く言語、あるいは場所っていうふうに思ってもらえるといいかなというふうに思っています。これがまず、シェーダーをこう書いていく上で一番最初に持っておくと、いろいろな理解が進む重要なイメージかなと思って、この絵をちょっと検索して持ってきました。で、早速ですね、シェーダーを作っていこうかなと、今のイメージをもとにね、いこうかなと思うんですけれども、まずはね、この、シェーダーを作ります。で、プラスボタンからこのシェーダーがあって、まず最初、アンリットがおすすめです。アンリット、アンライトですね。つまり、ライティングしないっていう意味の、アンリットシェーダーを使っていきます。で、もう一つね、シェーダーってそもそも何なのっていうところで、シェーディングっていう言葉があるんですね。シェーディング調べてみると、CG とかでやったらいけるかな？ここですね、描画処理の最終段階で光の当たり具合などを勘案して、各画素の色を変化させ、陰影付けを行うことっていうふうに書いてあります。つまり、この陰影っていうことなんですね。シェーディングっていうのは、シェードとかっていうと思うんですけれども、これのことをシェーダーというふうに呼んでいて、で、それらを行う言語をシェーダー言語とかプログラムっていうふうに呼んでいます。なので、ここにね、ちょうど青い球体あると思うんですけれども、この白いところとちょっと暗くなってるところってこうグラデーションになって、影が見えてると思うんですけれども、まさにこういうね、色を作っていくっていうのがシェーダーの役割になります。なので、シェーダーっていうこと自体にその陰影っていう意味があったりします。ということで、作成したね、このシェーダーを開きます。すると、デフォルトでもいくつかコードがすでに書かれている、テンプレートから生成されていて、ちょっと編集するだけで、すぐに色、利用することができるようになっています。これがね、一番最初のデフォルトの状態ですね。で、これ、特に何も手を加えずにね、一旦使ってみましょう。このシェーダーを選択して、右クリック、クリエイトから、マテリアルを選択すると、シェーダーの名前がついたマテリアルが生成されます。
で、これをね、ちょっとマテリアルフォルダーに移動しておいて、で、まあなんか適当にね、キューブとか置きましょうか。まあ、こんな感じでね。デフォルトだとね、陰影がつくこのデフォルトマテリアルっていうのがくっついてるんであれなんですけれども、まあ、これにこのマテリアルピット貼り付けると真っ白になりました。陰影がなくなってますね。アンライト、さっき説明した通り、ライティングしないっていうシェーダーなので、ライティングの効果がなくなってるので、こう、ライトの当たり具合を無視して、単色の色になってるっていうことになります。で、ここからね、ちょっとどういうことをやっているのかっていうのを紐解きながら、見ていきたいと思うんですが、まずこの、いきなりね、コードの説明入ってもポカーンとしてしまうし、まあ、最初にお話ししたその地上絵のね、パネルの説明をもう少しこう、イメージを具体化しておく必要があるかなと思っています。なので、まずそのイメージを持っていただくために、この後ね、ちゃんと説明しますが、一旦この辺の細かいところは置いておいて、まずね、どういうふうに色が決定されるのかっていうところを見ていきたいと思います。で、ちょっとコメントとかここら辺ね、実はいらないので、一旦消しちゃいます。で、この後もね、細かいところは説明していくんですけれども、重要なのはこの2個の関数ですね。バートっていうのとフラグって書かれているもの。まあ、名前は任意なんですけれども、この2つの関数が必要で、特にこのね、フラグ、まあ、フラグメントシェーダーなんて呼ばれるフラグメントのフラグなんですが、これが一番最後に色を決定する関数になります。なので、ここをね、いろいろいじくっていくと、ちょっとこう、シェーダーのね、片鱗が見えてくるかなと思います。で、ここでリターン、か、コル、まあ、これカラーの、省略形だと思うんですけれども、返してます。で、これフィクスド4、つまり4要素あるものですね。RGBA の4要素を返しているっていうふうに見てください。で、ここに、テクスチャーからみたいなことあるんですけど、一旦ここ無視して、とにかくね、色を返しましょう。で、001というふうにします。で、1個ね、大事な点、シェーダーイメージではなくて言語的な意味での、重要な点として、シェーダーっていうのは0が黒、1が白。白というか、まあ、マックスですね。よく RGB ってよく255マックスでよくこう言うと思うんですけれども、255に相当するのが1っていう形で、いわゆる正規化されたものを使っているので、この01で、いろいろこう色を表現してるんだなっていうのだけ、まず頭に入れておいてください。つまり、これは100、RGBA の R が1になるので赤っていうことですね。はい。で、この状態で、画面を見ていきます。で、どんな色になるかちょっとね、想像してもらいながら見てもらうといいんですけれども、ポンと、赤くなりましたね。はい。こんな感じで、ここのね、色をこう、例えば RG を、赤と青の要素を11っていうふうに、RG なんでグリーンですね。11ってするとどうなるかっていうと、黄色になるわけですね。赤と緑が1、つまり255になっているので。っていう感じで、ここで色を作っているっていうのがなんとなくイメージできたかなというふうに思います。で、次にね、細かいシェーダーの説明に入っていく前の最後の項目として、先ほど地上絵のパネルの話をしたと思います。そのパネルのイメージを最後持っていただくために、少しだけデモンストレーションをしようかなと思います。で、ちょっと分かりやすいようにするために、3D オブジェクトキューブではなくてクワッドにします。まあ、こんな感じですね。で、正面からの絵にしてあげて、で、こいつにこのシェーダーを割り当てます。で、このシェーダーをね、ちょっと今いろいろとカスタムしていこうと思います。で、UV っていうものが存在します、シェーダーには。まあ、UV、あと 3D モデリングとかね、いろいろやったことがある人であれば、UV 展開とかいう名前を聞いたことあるかなと思うんですけれども、UV っていう値があります。このね、UV っていうのはね、何かっていうと、今お見せしている通り、右側に、U の軸、縦に V の軸を取って、それの左下原点が0で、右が1っていう、まあ、いわゆるこう XY のよくこう見るグラフと同じですね、の、座標系を取って、UV という座標系を構築しています。で、先ほども話したように、基本的にシェーダーっていうのは0と1の範囲でことを行うので、左側が0で、右に行くにつれて1にこうどん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 値が増えていくというものになっています。で、この UV の値がね、それぞれ 3D モデルには持ってるわけなんですね。で、この値をね、ちょっとこう可視化してみようかなと思います。で、これをですね、ここの最初の RG って2つの要素だと思うんですけれども、この2つに UV の値をマッピングしてみます。なので、UV の X と I の UV の Y っていうふうにしてあげます。そうすると、X の値が、UV の X、あ、ごめんなさい、X じゃない。レッド、R の値が UV の X、グリーンの値が UV の Y っていう値になります。で、これまたね、ちょっとどんな色になるかなっていうのをちょっと想像しながら画面を見ていきましょう。はい。まあ、こんな感じでね、わかりますでしょうか。
左側が0、右が1、下が0、上が1っていう話をしたと思います。で、これは徐々に右に行くにつれて1になっていくので、かつここのラインをこうね、最初のここだけをすごいクローズアップして考えてみると、上の方向はほぼ0なので、右に行くにつれて赤、つまり100に近づいていく。逆にこっちはその逆ですね、010っていうところに近づいていくので、グリーンが強くなっていくと。で、先ほどキューブの時に黄色、R と G の、値が11の時黄色になっていくと思うんですけれども、この斜めがね、徐々にこう11に近づいていくラインなので、ここが黄色になってるっていうのが、こう綺麗なグラデーションで表されているっていうのが、ここで見て取れるかなと思います。はい。で、なんとなく UV の値とね、マッピングしたの分かるよっていう風になってきたかなと思うんですが、これがね、ピクセルごとにっていうのをなんとなくイメージしてもらうために、もう一個ね、仕掛けをしたいと思います。で、まあ、プログラミング言語、他のね、C シャープと同じように、シェーダーもね、if 文が使えます。で、UV の X が 0.5、つまり真ん中ですね。0、1の間なので、0.5 は真ん中です。真ん中だったら、もう強制的に、赤にしちゃいましょうというふうにしてみます。さて、どうなるか、またイメージしながら見てみましょう。ドン。はい、ここ 0.5 ですよね。で、X がそれ 0.5 よりも下。まあ、ここちょっと見てもらうとわかるんですけども、以上の場合なんで、以下の場合は、まあ、今まで通り、こっちが返ってるわけですね。なので、ここまでは順調に赤になってきて、0.5 を境に突然赤になります。で、上方向も当然、X の値はね、ここは一緒なので、どんなに上に行こうが、X の値は 0.5 を超えているので、ここは 0.5 以上なので赤になってるっていうことが見て取れるかと思います。で、合わせてね、今度ね、イメージしてる方もいると思うんですけど、Y の方向も同じようにしてみましょう。で、今度はね、ちょっと青出てきてない、かわいそうなんで、青を入れましょう。Y の値が 0.5 よりも上になった場合は、青にしようっていうことをやります。またこれもね、ちょっとイメージしてもらいながら見てもらうと、はい。こんな感じですね。ここの 0.5 よりも上の場合は青になると。で、こっちが赤になってるのは、まあシンプルにここの最初の if 文が評価されて以降、こっち赤になっちゃってるので、まあ基本的にはここが最初に評価され、2番目のこの Y の値は見られてないので、右側は赤っていう風になってるという形になります。まあ、こんな感じでね、UV の値がこう、マッピングされているのがなんとなく分かったかと思います。で、先ほど話したように、そのね、こう、ちょっとそこまでクローズアップできるんですけど、バーッとクローズアップしていくと、ここのね、1ピクセルずつが、UV の値が 0.1 とか 0.111 とか 0.123 とかっていう値が入っていって、自分自身の、さっきのパネルのイメージに持ってもらうといいんですけども、自分自身のピクセルは今、UV の値が 0.1359 だから、みたいなので、色を出力してるっていうのが、なんとなくでもイメージできてもらえたらいいかなと思っています。はい。ということで、まずね、最初の段階の、UV の値の可視化っていうのをやってみました。はい。ということで、なんとなくね、シェーダーのイメージ、ついてきたのかなというところで、実際にですね、シェーダー自体のね、構文だとかプロパティ、いろんな、こう、初めて見る方にとっては難解なものも多いかなと思うんですけれども、シェーダー自体のね、コードについて少し見ていきたいと思います。はい。で、戻りまして、ちょっと最初の状態に戻しちゃいますね。こんな感じでしたよね。はい。で、上から見ていきましょう。あ、その前にですね、ちょっとフォグについてはね、ちょっと今回の入門について話すには、ちょっと、話が逸れてしまって、理解を促すのに、障害になってしまうかなと思うので、一旦フォグは無視します。まあ、端的に言うとね、遠くになればなるほど、こう、なんだろう、空間近感を出すための機能になるんですけれども、まあ、ちょっとここはね、一旦そこはあまり意味がないので、省略します。はい。ということで、上から順に見ていきましょうか。はい。こちらですね、シェーダー。名前のと、キーワードが青になってるんですけれども、シェーダーっていうのがシェーダーの名前ですね。先ほど右クリックからクリック、マテリアルを生成したときに、アンリット、アンダーバーってなってたの分かると思うんですけど、このスラッシュがね、アンダーバーになって、マテリアル名として最初に採択されます。まあ、C シャープで、シェーダーのね、やり取りやったことがある人であれば、ファインドでこの名前を指定したりしたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあその時に使われる名前っていう感じですね。で、プロパティ。このプロパティっていうのは、いわゆる、まあ、C シャープで言うとシリアライズフィールドとかで、使ってるようなイメージですね。要はインスペクターにこう出現させて、後から設定することができる項目をここで定義するというものになります。
一旦プロパティというのはインスペクターに表示するものだよというのだけ覚えておいてください。で、サブシェーダーですね。まあ、サブってなんやねんって話もあるんですけれども、サブシェーダーっていくつかこのシェーダーの中でも 1,2,3 点こう複数宣言することができるようになってます。まあ、Unity っていうのはクロスプラットフォームを意識していて PS5 とか PS4 ももちろんそうですし、Switch とか、あるいはモバイルの iOS、Android、あと PC 向け、いろいろなプラットフォーム向けに構築できるようになっているので、それぞれのシェーダーがね、全部対応してるわけではないんですね。なのでそれぞれこう個別に分けたりとかっていうところで、サブシェーダーっていう単位でそのシェーダーのね、振る舞いをこう分けることができるっていうことになっています。で、あとタグですね。これはなんだろう、マテリアルを一括で変換、マテリアルの内容を変換したりとか、あと、今レンダータイプがオペークになってるんですけれども、これにQっていうレンダリング順を指定するものもあったりとかっていう、そのメタデータとして使われることが多いです。ただ最初はね、ここはあんまり気にしなくてもいいかなと思います。LOD、まあ、これはレベルオブディテールの略なんですけれども、それによって処理負荷を軽減とかっていうものに使われるんですが、ここも一旦割愛します。で、ここのパスっていうのがね、一番重要になってきます。いろいろレンダリング周りとか調べたりとかされたことある人であれば、まあ、ドローコールとか、セットパスコールとかっていうワードを聞いたことがあると思うんですけれども、一回レンダリングするための流れの単位ですね、っていうのをパスと呼んでいます。なので、その中の一つっていうことなので、一番重要な色を決めるための処理がここに書かれているっていうふうに捉えてください。で、続くこの CG プログラムですね。この CG っていうのは、いわゆるよく 3DCG とかの CG ではなくて、CG 言語っていう、C4 グラフィックスかなっていう言語がありまして、それの CG。で、それ、こっから下はその CG 言語で書かれてますよっていうことを明示しています。なので、URP とかね、触っているところがね、HLSL プログラムとかっていうふうに書かれたりする場合もありますが、今回はちょっとそこは触れないので CG のものでいきます。で、プラグマですね。ここはあんまりこう、深掘りしていくとハマってしまうので、端的に言うと、先ほどお話しした、シェーダーには2つの重要なシェーダー関数2つありますよって言って、名前任意ですよってお話ししたかと思います。その、割り付けをするのはここですね。頂点シェーダー、バーテックスシェーダーはバートって名前ですよ。フラグメントシェーダーはフラグって名前ですよっていうのをここで関連付けてます。で、まあ、Unity はね、結構いろんな便利な機能を用意してくれているので、この CG インクファイルをインクルードすることで、Unity の便利な機能を使うことができるようになっています。はい。で、ざーっと見ていくとね、まあ、実はコードってこれだけなんですね、実は。で、見ていくと、2つの構造体が宣言されています。すごくざっくり言ってしまうと、こっちが、アップデータ、アプリケーションデータ、つまり、インプットっていうふうに思ってもらうといいかなと思います。で、V2F。まあ、これは、頂点シェーダーっていう処理単位と、フラグメントシェーダーという処理単位があって、まあ、それぞれこう連携することになってるんですね。なので、バーテックスシェーダーからフラグメントシェーダーへデータを渡す必要がありますよっていうことで、バーテックスとフラグメントの略で V2F っていう名前が追加されて、作られています。まあ、ここら辺はね、もうちょっとこの後、今後のね、回でね、コメントが多かったら説明しようかなと思うんですけれども、一旦、インプットデータとそのフラグメントシェーダーのアウトプットデータっていう2つがここで定義されているようぐらいで大丈夫かなと思います。で、ここはね、先ほどプロパティであった、ここのメインテックスっていうものを、この CG プログラムの中でも使いますよっていう宣言ですね。一点、注意があって、ここのプロパティはあくまでユニティサイドの都合なんですね。まあ、インスペクターに出すっていう。で、CG プログラムの方は、グラフィックス API みたいなところの OpenGL とかバルカンとかってあると思うんですけれども、そっちの方に向けてのコードになるので、こことここが断絶してるわけなんですよね。なので、ここで定義しても CG プログラムなんてそんなユニティのことなんか知らんよというふうになってしまうので、それぞれに定義する必要があるっていうことだけ覚えておいてください。で、今回はですね、シェーダー入門なんですけれども、フラグメントシェーダーをいじるっていうことは実はそこまで多くないです。特にその入門してこれから何かをやっていこうっていう方は、基本的にはフラグメントシェーダーのみを触っていくので、ここのね、処理についても今回は割愛させていただきます。こちらもね、コメントが多かったらちょっと説明していこうかなと思います。で、ここがですね、フラグメントシェーダーですね。ここが、まあ、今回のお話のメインになります。まずね、ここ最初の方で、さらっと触れてスキップしてしまったこのコル変数の、取り扱いですね。これは Text2D、まあ、これテクスチャー 2D の略なんですけれども、この先ほどのメインテックスから、値を取り出して、カラーにしますよっていう命令ですね。テクスチャーっていうのはね、UV 座標でこう
画像って1枚のこういう四角だと思うんですけれども、先ほどの UV と同じように0から1、0から1っていう値がマッピングされているので、そのどこの色を取ってくるんですかっていう命令になります。まあ最初のパネルのイメージで言うと、立ってる人の位置によって色を変えたいと。で、その立ってる位置が、例えば 10×10 のマス目だとしたときに、左から3番目の、下から2番目っていうのはここって決まるわけですよね。そうするとその 10×10 のマスの中に色が決まっていれば、あ、自分は黄色なんだとか赤なんだっていうのを、判断することができるんで、まあ、そういうのをざっくりやってくれてるっていうものになります。はい、大枠としてはね、そんな感じで、こう、分かってしまえばそんなにこう、行数多くないし、実際のコード見ていかなければいけないコードっていうのはここ。かつ、まあ、今お話ししたように、その、フラグメントシェーダーのみを見るので、ここだけをこう、クローズアップして理解していくと、いろいろとシェーダーについての理解が深まっていくのかなというふうに思っています。ということでですね、実際にここのね、テクスチャーを、見ていこうかなと思うんですけれども、先ほど話したようにね、ここにね、テクスチャーっていう項目があります。このテクスチャーね、ちょっとね、自分の顔写真なんで、あれなんですが、恥ずかしいんですけれども、ちょっと用意していて、これをね、こう、アサインします。すると、まあ、こんな感じで、こう、ちゃんとね、3D にすると、こんな感じで色がマッピングされているのがわかるかと思います。例えば、この辺をこうね、クローズアップしていくとね、ここが1ピクセルの色みたいな感じになるかなと思うんですけれども、例えば、この位置は UV のいくつだから、テクスチャ的には何色ですよっていうのを、それぞれの、フラグメントシェーダーが判断して色を出力しているっていうものになります。はい。で、まあ、これだけだとね、デフォルトの用意されたもので、特になんか、面白みも全くないので、これにね、ちょっと色を乗せたりとか、少し加工していくような処理を追加していって、シェーダーってこんなことをするんだよっていうのをイメージしてもらえたらなと思っています。はい。で、先ほどお話したようにね、そのプロパティっていうのはインスペクターに表示するものですよっていう話したかと思います。で、大体のシェーダーってこう、色って設定できると思うんですよね。なので、まずはね、色を設定できるようにしましょう。で、まあ、関連に習ってカラー、アンダーバーカラー、大文字のカラー、大文字 C のカラーを宣言してみます。で、カラーっていう、まあ、この青い文字の通り、プロパティなんで、ここに 2D とかカラーとか、あとはまあフロートとかあるんですけれども、まあ、今回は色なのでカラーっていうものを設定します。で、デフォルト値をね、設定します。先ほどお話ししたように、白っていうのは111になるので、デフォルト値を白にしたかった場合は、こういうふうにしておきます。はい。で、同様に、ここにね、フィックスド4っていう値で、カラーを宣言します。先ほどプロパティとこの CG プログラムの関連っていうのは特に規定されているわけではないので自分で書く必要があるよってお話した通り、ここにも宣言が必要になります。はい。で、じゃあこの色をね、自分の今のテクスチャーに載せていきたいと思うんですけれども、はて、色を載せるってなんだっけって思うかもしれません。で、ここがね、先ほどの0と1で作られてるっていうのが重要ですよってお話しした、すごく大事な観点なんですけれども、基本的に色を上乗せしていくっていうことを考えたときに、最初は特に深く考えずに、まずはかけてしまえって覚えておいてください。つまり、最終の色は、得られたカラーに対してかけるカラーを押します。するとどうなるかっていうとですね、まあ、こんな感じでここに、カラーのプロパティが出てきたのと、これが実際に適用されてるんですが、実際変化ないんですよね。なんでかっていうと、先ほどデフォルト値1111っていうふうにお話ししたと思います。で、これをかけてるので、結果かける1なんですね、ここっていうのは今現状は。なので、白っていうのは基本的には得られた色に対して何もしないっていうのが正しい見方になります。で、試しにね、ここをね、ちょっと色を変えていきます。まあ、こんな感じでね。そうすると色が変わっていくの分かりますかね、こんな感じ。赤にするとこう全体赤っぽくなるし、まあ、ここのね、こう回転していくと青っぽくなるみたいな感じになります。今赤、ここ255、00、255って、先ほど話したように1001っていう意味なんですね。つまりこれ何が起きてるかっていうと、カラー、テクスチャーの色かける、ここをね、今の赤の値をそのままハードコードしてしまうと、1001っていう値になってるんですね。で、こうやっても色が、まあ、これか、紐付け外したので当然変わんないんですけれども、結果は一緒ですよね、赤で。で、これよくよく考えてみると、まあ、これの掛け算っていうのは、R 要素同士、G 要素同士っていう感じで、それぞれの要素同士掛け算することになります。つまり、赤っていうのは 1× 赤の要素、つまり何もしない。そして逆に G と B。ブルーとグリーンに関しては0をかけているので、その要素をカットするって意味なんですね。
なので結果的に赤の要素だけが残るので、視覚的には赤くなるっていうことがここで行われているよっていうことになります。はい、なので基本的にはね、色をこう乗せていくときに掛け算していくと色が変化していくよっていうのがなんとなく分かったかなと思います。で、あとですね、まあ、こんな感じでちょっとこう色を変更した後でもう一個、まあ、試しにどんな風に使っていくのかっていうね、シェーダー開発の流れをちょっと分かってもらうためにさらに別のね、例えばインテンシティみたいな、値を入れてみましょう。で、このフロートにしましょう。フロートじゃないな、レンジがいいかな。0、1であるよ。で、初期値は1ですよと。で、同じように、今度フロートなんでこうしましょう。はい。で、一旦ここまでで見てみるとね、ここに0、1でこう変化するのが出てきます。で、これをどう使うか。まあ、試しにかけちゃいましょう。とにかくね、かけるとなんか、視覚的にね、わかりやすいので。で、こうすると、インテンシティ、つまり強さをね、ここで制御できるようになっているので、ここをこう、ビーって減らしていくと、だんだん黒くなる。だんだん青くなる。みたいなことが、ここで行えるようになります。で、まあ、デザイナーとプログラマーが協業する場合、例えばここがフェードアウト、フェードインだった場合に、ここのプロパティを用意しておいてあげれば、デザイナー側で最初0から始まるみたいなとか、まあ、最初 0.5 からみたいなのを、デザイナーにその託すことができたりします。まあ、これがシェーダーを作っていく上での大まかな流れになります。なんとなくこうシェーダーのイメージついてきたでしょうか？はい。だし、実際にこうね、一個一個見ていくと、シェーダーってそんなに書くことは多くないので、いろいろと試してみると楽しい絵が作れたりするので、ぜひぜひいろいろと触ってみてもらえたらなと思っています。はい。そしたらですね、最後、まあ、ちょっとね、ワンモアスイング的な感じ、最後は少しだけジャンプして、ポストエフェクトについてお話しして終わりたいと思います。まあ、シェーダーね、なんとなく分かってきたかなっていうところで、どう使っていいか分からんとか、実際に使うところちょっと分からんなみたいな、のがあるかなと思うので、少しだけこうね、プラスアルファの要素を見て、ちょっとテンション上げてもらえたらなと思っています。で、まあ、ポストエフェクトなんですけれども、実はポストエフェクトって聞くとね、なんかすごいいろんなことやって数式とかね、こう出てきて大変なんじゃないかみたいなイメージがあるかと思うんですけれども、実は、今お話しした内容をほぼそのまま使うことができます。できるんです。で、どういうことかっていうとですね、まず、一つだけ、C シャープスクリプトを書く必要があります。ポストエフェクトみたいな。で、これを、これはデフォルトのね、項目なんですけれども、オンレンダーイメージっていうものが存在しています。で、これをね、カメラがついているゲームオブジェクトにアタッチすると、レンダリング後、カメラの映像が完成した状態のタイミングでこのコールバックが呼ばれます。なので、で、そのレンダリング結果このソースに入ってきて、ディスト、つまりディスティネーションですね。ここでポストエフェクトの演算をしてあげると、最後のこのディストに、値を格納してあげれば、それがポストエフェクトとして、画面に出力されるっていうものになっています。で、じゃあ、ごめんなさい、グラフィックスのグリッドっていうのがあります。で、ソース、ディストってやってあげると、まあ、これはソースからデストに何もしない、コピーするだけなので、基本的には何もしないポストエフェクトみたいなイメージになります。で、これをこのメインカメラのところに、くっつけます。こんな感じですね。はい。ちょっとね、撮影前にちょっとつけてたんで勝手にくっついちゃってますけども、これで、ポストエフェクトがかかっている状態になります。で、合わせてですね、ポストエフェクトのシェーダーも作っていきましょう。実はですね、シェーダーの中にね、このイメージエフェクトシェーダーって実はもう用意されてるんですね。で、これを、訂正します。で、開くとですね、まあ、なんかさっきとちょっとだけ毛色が違うがほぼ同じみたいなのが出てきます。まあ、この辺とかはね、ちょっと違いがあるんですけれども、ここもちょっとね、割愛します。ただ、見た目はね、ほぼほぼ一緒ですよね。アップデータもあったし、V2F もあったし、まあ、この辺、ここなんか全く一緒ですよね。で、最後のこのフラグのところも少しだけ、まあ、これは多分、まあ、just invert the colors って書いてあるんですけれども、ここはまあ、サンプルコードですね。まあ、ただこれもね、何もせずに、ちょっと一旦、マテリアル化してみます。create material と。で、このヒルンもね、これは実際には表に出ないものでヒルンが入ってます。で、この、マテリアルを使ってポストエフェクトしてみます。
で、そのためにね、先ほどの C シャープに少しだけ手を加える必要があるんですけれども、シェリアライズじゃなくて、シェリアライズフィールドにマテリアルを設定しますと。で、実はこのブリッドのね、第3引数にマテリアルを取ることができます。そうすると、このソースのところからこのマテリアルを経由してディストに行くっていうことが可能になります。なので、この状態でですね、カメラのここですね、に先ほどのイメージエフェクトピッと追加してあげます。そうするとですね、こう実行すると、まあ、こんな感じでネガポジ反転するんですね。まあ、なんでそうなったかをちょっと見てみましょう。イメージ、こちらにしよう。はい。RGB を RGB から、1から引くってやってるので、まあ、ネガポジ反転してるわけなんですよね。なので、ここをもう何もせずにリターンしてしまえば、結局何もしないものになるので、まあ、結果は変わりませんと。まあ、こんな感じですね。はい。で、ここでじゃあ、どういうふうに応用効くんだみたいな感じで思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんで、最初にお見せした例の IUVX と IUVY とっていうのにしてみます。で、こうしてどうなるかですよね。はい。と、もうこの画面全体が実は1枚のテクスチャーになってるんですよね。なので、さっきいろいろとここで 0.5 とかでやったと思うんですけれども、あそこのテクニックがまんま使えます。ポストエフェクトっていうのは。なので、例えば 0.5 よりも右側を赤にすると、最終結果の右側をこう赤くするとか黒くするとかみたいなことができるようになるわけなんですね。なので、ちょっとその辺を遊んでみましょうか。まあ、当然ここにね、先ほどやった赤にするってやつ入れてみましょう。そうすると、まあ、こんな感じで全部のね、色が赤くなります。はい。で、ここをね、ちょっと面白くするために、ここにちょっと幅を、ちょっとね、入れてみましょう。何をするか、なんとなくイメージできてますかね。はい。で、1にしますと。で、この幅を同じように追加します。で、この幅が、UVX だったら、逆の方がいいかな。これが上だったら、何色がいいかな。真っ黒にしてみましょうか。まずね。はい、っていう感じで、このマテリアルにね、このオレンジがつきました。で、再生します。すると、ここをね、こういう風にやると、わかりますかね。徐々にこう右から左にこう開けていくみたいな、まあ、こういうポストエフェクトも作ることが可能になります。まあ、これをねちょっとねこうではなくて、まあ、先ほど話したように、掛け算でね、そうだな、じゃあ 0.2 ぐらいにしておきましょうか。はい。まあ、この状態で掛け算すると、まあ、全部がこうなんとなくね。0.2 倍になるので暗くなるわけですよね。で、これをこうやってあげると、まあ、膜が開けるような、こういう演出も作ることができます。はい。まあ、こんな感じでね、ポストエフェクトっていうのもね、実はすごくこうシンプルにできて、もちろんね、モザイクとか、あとはブラーとかっていう、まあ、ある程度数学の知識がないと作れないっていうものももちろんあるにはあるんですけれども、基本的に色を変えるとかだけであれば、もう全然今日学んだ内容でもポストエフェクトっていうのをかけることができるようになります。なので、ぜひね、このタイミングで、こう、なんかいろいろ触ってみたいなって思ってもらったら、いろいろと試していただいて、もし、もっとこんなこと知りたいよっていうことがあればね、ぜひコメントなどで、意見いただければなというふうに思っています。はい。ということで、今回の回は以上となります。はい。何かあれば、ぜひぜひ、コメントください。ということで、最後、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。